エスパーニャベルデの一スペインの気候区分、エスパーニャベルデは、スペイン北部の大西洋沿岸部を指す際に使用される。英語では、グリーンスペイン。カンタブリア山脈やバスク山脈の北側を指し、ガリシア州、アステリアス州、カンタブリア州、バスク自治州などが含まれる。湿度が高く温暖な西岸海洋性気候であり、緑豊かな牧草地や森林があることから、 エスパーニャベルデと呼ばれる。アイルランド、イギリス、フランス西海岸などとよく似た風景が広がっている。フェーン効果の影響で南部の山脈斜面は雨の影にあたる。エスパーニャベルデはイベリア半島中央部の乾燥した高原とは対照的であるが10月から11月には山脈から南東風が吹くためフェーン効果が逆転して北海岸に フェーン風が吹き、乾燥して、メセタよりも暖かくなる。年間平均降水量は1200ミ、mm、リメートルであり、中央ヨーロッパ内陸部のどの地域よりも多く、一般的に乾燥しているとされる、スペインの他地域よりも多い。夏季のアステリアス州の平均気温は、摂氏20度から22度であり、ヨーロッパで最も穏やかな気候の地域の一つである。降水の大部分は、 エスパーニャベルデの西部からもたらされる。その地域の井戸に応じて湿った風が南に下がるか、またはカンタビリア山脈に押されて北に留まる。この地域に特徴的な種にはブナやアカシなどが挙げられる。20世紀後半、特に沿岸地域で天然林が伐採されて、生死業界が商用を利用し、ユーカリやラジアータパインなどの人工林に置き換えられた。 ピレネー山脈はカンタビリア山脈と同様の地質構造であるとされることもあり、かつてはエスパーニアベルデに含まれていたが、降雨のパターンが異なり、また一般的な風景は純粋な大西洋沿岸部より鉱山的である。ありがとうございます。